皆さんこんにちは。平成24年度の敬老会、本当に大勢の皆さんに参加をいただきましてありがとうございます。区長の石坂でございます。本年も本当にこのように皆さんのお顔を見ることができましたことを本当に嬉しく思っております。この敬老会も田町全体で皆さんをお祝いしようということで、今回も子ども育成会、そしていろいろな婦人部、そして田町にある団体の皆様方にお手伝いをいただきまして、今回の催しに毎年ですが行って参っているところでございます。また本日は大変お忙しい中、石坂県に、そして佐藤議員、そして斉藤議員にもご出席いただきましたことをありがたく思っております。また市長さんがお見えになりましたら、そこでご挨拶をいただく予定になっておりますので、今日は大変の他も敬老会で、回っておりますので、来た時点でまた市長さんからお祝いをいただこうと思っております。本当に今年は5月の6日、本当に予想もしなかった竜巻が真岡に発生しました。そして真岡市内、旧市内は被害はなかったんですが、本当に西大地区が本当に大きな被害を受けられました。やっと3月31日の震災の屋根瓦の修復が終わったというような、ほっとした矢先のまた自然のいたずらで本当に大きな被害がなってしまいました。本当に本当に悔しい、その地域の人は大変悔しい思いをしているところでございますが、これは自然のことですので本当に防ぎようございません。これからもどんな災害が起こるか分かりません。本当に家族でいる高齢者の方は本当に家族が見守ってくれますが、お一人で暮らしている方は本当に、大変不安な日々を送られると思いますが、どうしてもそれは皆さん隣近所の方と本当に朝夕おはようございます、こんばんは、そんな風な声を掛け合っていていただければ、必ずその町内、そして田町の役員のそういういろいろな方が必ず見守ってくれるし、助けも行う手あずが、そういう気持ちがありますので、ぜひともそういう形の中で隣近所の方とは本当に高齢者で一人の暮らしている方は声を掛け合っていただいて、その存在を皆さんに知っていただく、それも大切なことかなと思います。そういう中で本当にこの敬老会がますます本当に開催をできますことは、本当に皆さんが元気で長生きしているからでございます。本当に今年の夏はこの暑さ、本当に記録的なこの熱中の暑さで、熱中症のニュースが本当に毎日、テレビ報道等で流れておりましたが、皆さんはそれに勝ち、本当にこの日を迎えているわけでございますが、これからもますます暑さは続くと思いますが、体に十分気をつけていただいて、そして、本当に楽しい日々を送っていただければとこのように思っております。それで一つだけ本当に長年皆さんにご不便をかけておりました田町の魚直さんから294の東、十字路まで、これは完成をいたしました。本当に綺麗な街並みになって、生活道路が、そして安心して、交通、そして生活ができるような素晴らしい道路が完成をいたしました。これも本当は来年いっぱいかかる予定なんですが、本当に1年前倒しで本当に完成ができたというのは、本当にこういう経済の厳しい中で、真岡地区にそういう予算を取っていただいた、そして、そういうご骨折りいただいた県の県議のお力も見逃すところが本当になく、そして市のバックアップということで完成をしたことをご報告をして、今日は1日楽しく過ごしていただきますよう、そしてまた来年一人も欠けないように皆さんの顔が見えますように
よろしくお願いいたして健康に十分気をつけてください。今日はよろしく楽しんでください。ありがとうございました。ありがとう。